はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。太郎に勝代様、豆おじ様、花房様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。日テレ株主総会にですね、文句を言うために、参加してまいりました。挙手したんですけれども、まあ刺されず文句言えませんでした。残念。他の株主さんたちからですね、足原ひな子さんにたたられるぞであるとか、募金泥棒の24時間テレビなんかやめちまえなど厳しい意見が連発。地獄絵図でした。足原ひな子さんのね、言った女の人はなんかファンだったらしくて、もうもう少しで泣きそうな声で責め立てておりました経営陣を。愛は地球救う、愛じゃす、愛は地球救わないですやん。もうやめれたらどうなんですか、そんな金集め。そんなことを言ってる株主もおりました。足原さん自殺が2人、24時間テレビに文句言ってる人が3人。結構厳しかったですよ。あと報道しない自由を駆使してるじゃないかみたいな、意見もありまして、ああ言われちゃって、結構な地獄絵図と化した日テレでした。日テレ褒める人は一人もおらず。そうだよね、文句ない人は株主総会に行かないんだよね。何か言ったろうって思ってる人が株主総会行くんであって、でね、日テレは小ずるいことにですね、株主に送る招待状でですね、来ない方はこれと引き換えに500円のクオカードもらえますって。したら500円もらって株主総会にわざわざ出かけないっていうね。結局日テレはですね、株主総会に株主が一人も来ねえ方がいいんだもん、実を言えば。めんどくせえから質問に答えんの。他にはですね、物的証拠がゼロで刑事事件とかになってない、一切なってないジャニーズ性被害を事実として放送していいのかなんていう意見もありました。女性の方が言っておりましたけど、私はジャニーズのファンでも何でもないんですけど、言う前置きでね。で、その方、話長くて、社長がそろそろ質問まとめてくださいって言ってた。あとね、24時間テレビについてはですね、まあ役員がそれについて答えるんですけど、男の人がですね、答えてないぞーって怒鳴ったりですね、結構荒れた方なんじゃないかな。地獄絵図の日テレですよ。日テレを褒める株主は一人もいない。24時間テレビは続けるんだって。役員がそう答えておりました。理由はですね、毎年お金を待ってる団体さんがいるから、って言っておりましたけど、どうせ金待ってる団体だって赤い羽とかログなるとこ、ログでもないとこでしょう。完全にですね、46年間続く悪しき慣習ってなってるみたいですね。金の何割かは経費でもらっていいみたいな利権もあんでしょう、多分。あとは勝手に中抜きすとかね。なんか最初はですね、その横領を防ぐためにキャッシュレス、一切キャッシュ募金を受け付けないで、キャッシュレス募金だけ受け付けっかなんて話も出てたんだって。だけどそれじゃあ子供が一生懸命貯金箱に小銭貯めたやつとか受け付けられないんでみたいなこと言ってたけど、子供がね、小金をですね、一生懸命貯めた貯金箱ね、寄付を、それを盗んでたら話になんねえよね。それ盗んでんだもん、もうどうしようもねえよ、日テレ。11人の役員のうちですね、野田義彦を洗脳して 5% の消費税を 10% に倍増することに成功した元財務省トップの勝栄二郎と、マナゴ安氏、これでマナゴって読むんだって、マサゴじゃねえのか。浜のマサゴは尽きるとも、のマサゴじゃねえのか、変なの、マナゴヤシの2名も元財務省の
事務次官、財務事務次官いて、財務省トップが2名、11人のうちに、日テレと財務省の癒着がすごいですよ。あとあの防衛省事務次官も1人おりました。だけどこの人も大蔵省主計局っていうところの出身らしいんですよね。だからあの財務省系、総務省は意外にもゼロ、天下ってるのがゼロでした。役員のあの11分の2が元あの財務事務次官じゃ、減税訴える政治家とかは番組に呼ばれないね、これじゃね。国債は国民の借金じゃなくてむしろ資産ですって本当のことも言えないわな。あ、11人のうちに2人も財務省トップがいたんじゃね。財務省抱えておけばですね、国税に入られる心配もないというもの。財務省国税局じゃなかったでしたっけ。あとはあの業績発表で気がついたのがですね、売上が60億円アップしましたのすぐ後にですね、経費が150億円増えましたって、じゃあ利益は90億円減ってんじゃんかって、ほんとバカみたいなバカみたい。けどここに突っ込む株主は残念ながらいませんでした。みんなですね、それぞれにですね、刺されたら、挙手して刺されたら、これ言ったろみたいな、燃えてね。あとジブリの子会社化についてなんか言ってる、オタクっぽい男の子もいたっけな。まあまあ、地獄エースの日テレ株主総会、来年はもっとひどくなんじゃねえのかな、思ったりして。26日夜、河野太郎と麻生さんが2時間にわたり会食。関係者、総裁選出馬の意欲を伝えた。出る気なんだ。諦めてねえんだ。あんまり知られてないんですけど、河野太郎は麻生派です。派閥の応援頼み込んだんですかね。50人ぐらいいたと思ったな。世論です。中国企業ロゴ資料はどうなったんだ結局。もうこいつには悪い印象しかないぞ。外務大臣の頃は未来の総理候補と持ち上げられていたのに、外務大臣の頃が絶頂だったな。全然自分が見えないんだな。サイコパスかな。中国人が遠隔操作してるロボットです。日本大使だっけ？中共とズブズブの会社。その通りです。父親も中国べったりだし、こいつが総理になったら今より日本崩壊するだろう。マイナンバーワクチンとこいつまともに何もできていない。ポンコツね。煽り体制が異常に低いから外交で国益を損れると思う。すぐ動くからねこいつ、すぐ。真剣にやめてくれ、なんなら議員もやめてくれと。次の総理にふさわしい人を毎日調査。回答者にパヨも含むんで参考程度になりますけれども、石破茂 20%、 高市早苗 9%、 上川陽子 8%、 小泉進次郎 6%、 岸田文雄、河野太郎 5%、 6位ですね。茂木敏光 1%、 人気なさすぎ一般人に人気なさすぎ。まあ茂木さんは自民党議員からも全然人望ないらしいですけどね。前回は2位につけてですね、岸田総理と決選投票まで行ったのに落ちぶれましたな太郎ちゃんな。落ちぶれた原因、次の方で記者の質問から逃げまくった。所管外ですで答弁から逃げまくった。エネルギー庁がやるべき再エネ TF タスクフォースの座長になってて不自然である。再エネタスクフォースが中国国営電力会社が作った資料を使っていることがバレた。コオロギを押したマイナカードは見破れる目視で、口を開けばバカなことしか言わねえ。ワクチン担当大臣なのに副反応の責任問題から逃げた。異常な煽り体制のなさで一般人をブロックしまくっている。異常な煽り体制のなさで現職大臣が一般人を名誉毀損で訴えるという史上初の珍事をやらかす。しかも法廷に俺は出ないって言ってる。とにかくめちゃくちゃなんですよ。総理になる資格なんか全然ないですよ。つうか国会議員も怪しいな。河野太郎裁判第3回口頭弁論非公開は、終わりまして現在報告書待ちられます。なんか進展があったらお知らせ、いたします。年間1000円の復興税住民税分が5月で徴収終了しました。入れ替わるように6月から5年
年間1000円の森林環境税徴収開始でした。一度使った税金は名前変えてでも絶対やめない税務署と、それに何も言えないバカ自民と、いう構図ですね。世論です。復興のための増税は既得権益か、一度取った税金は絶対になくさない、再エネ賦課金にも納得がいかない、能登の復興に充てるって言って復興税継続の方が違和感なかった、再エネ賦課金で山を削って森林保護のため森林環境税ってわけがわからないよ。ソーラーパネル設置しまくったら森林が減ったから増税だ、ソーラーで森林壊しながら森林を守りましょうって何、年間1000円の復興税住民税分はですね、住民税非課税世帯からは取らないんだろうか、独居高齢者率世界一の豊島区はですね、半分の世帯が住民税非課税なんですよ。多分これ年金の方たちだと思うんですけど、でこれがあの森林環境税に名前が変わるらしいんですけど、住民税分とかついてないから、住民税非課税世帯からも徴収するようになるんでしょうか、だったらすごい増税ですよね。しかも貧しい方から、税額 2.1%、 税額の 2.1%、の復興税所得税分は、つまり年間100万円税金を納めてる人は、所得税を納めてる人は 102万1000円払ってる、2万1000円払ってる。2037年まで徴収するんだって、あと14年も。これも民主党政権の残した負の遺産ですね。悪夢は続くよ、どこまでも。あと13年。自民党はですね、こんなの前倒しでやめちまおうって言える権力持ってんのに、財務省には何にも言えないのはなんでなんだよ。日テレもそうだけど、財務省とズブズブになる利点って何なんだよ。国税に入られないぐらいしか思い浮かばないですけどね。日テレ役員に収まっている勝栄二郎は74歳。お前の子や孫も消費税 10% に苦しむんだわな。お前が余計なことしなきゃ今でも 5% のままだった。身内の評価だけ、財務省の身内の評価だけ気にして増税に邁進って本当にバカな連中ですよ、財務省の管理員ってさ。そのバカどもに物言えない自民党も情けない。厚労省、従業員301人以上の約1万8000社に女性管理職比率の公表を義務付ける方針。我が国の女性管理職比率は 12.9% で欧米より低いから。だってなんだ知ってんじゃん、じゃあデータ持ってんじゃん、勝手に公表をしたらいいんじゃねえの、厚労省が。そんなね、会社に、公表しろよって命令しないで知ってんだったらさ、うちはうち、よそはよそって言葉知らねえのかね。欧米より低い、何が問題なんて話ですけどね。世論です。女性が管理職やりたくないわけで、厚労省の女性比率はどのぐらい？わかりました。男をクビにして女性率上げます。その会社への女性男女応募比率、採用比率を合わせてみないとダメだろ。そうだね、女性が全然応募してくれない会社、とかだと低くなるだろうし、女の人管理職やりたがらないし、それより社内出生率の出生率の公表を、会社で社員同士がくっついていっぱい赤ちゃん作ってくれるような会社はご褒美で法人税減税なとかやってやればいいんだねえのかな。したら会社の方でもですね、福利厚生で、どんどん社内連内してどんどん子供産んでよみたいなことをやり始めんじゃないの。欧米の後追いでどんどん変なこと決めていく。うちの会社でアンケート取ったけど、女性200人のうち出世したいと答えたのが3人しかいなかった。しかも揃いも揃って無能の3人本当な、そうなんだ、そういうことなんだ。出世したら能力が増すとでも勘違いしてんのかな。公表を義務付けたら次はですね、女性管理率が
管理職率が少ない会社ランキングとか言って吊るし上げる予定ですよね、厚労省は。私もあの昭和なんで、昭和の厚労省の考えることなどすぐ予想つきますよ。で次はあの罰金とか罰則作ってさ、日本女性管理職推進協会かなんか作って天下りしたいと、イギリスの調査なんですけど、管理職になりたくないって 84% の女性が答えたそうですよ。管理職になると責任重くなって、責任重くなるぐらいだったら給料上がらなくていい、女性の 84% がイギリスの女性は考えてるらしい。主任から管理職ってことにしてですね、残業代を1円も出せないひどい企業を知ってます、地元のあの、いわきの会社で結構ね、あの社員が300人ぐらいの会社かな、そういうひどい会社知ってます。主任から管理職で、あのもう残業ゼロ、同級生がそうだったんですけど、もうあの給料の明細毎月毎月1円も変わんないよって言ってました。女性比率が少なくて厚労省に嫌がらせされそうな企業はですね、防衛のためですね、内心は女っておっさん管理職に名乗らせましょうこれでいいよ。でね、おめえ男だろって、厚労省行ったら差別だってされもいいね。なんならね、全員にそう名乗らして、管理職全員に内心は女って言えって名乗らして、我が社の女性管理職率は 100% って威張ってもいいですね、これね。女性を無理やり働かせようとしてるうちは、子供減り続けますね。育児中の専業主婦こそ国の宝、ぐらいなことを国家を挙げて、大宣伝しないと子供増えねえ。これはもう確実。子供が家庭で輝いてくれないと、あとね、食わせる男、夫の給料上がんないと子供増えねえ。もう確実ですよ、もう。何より明らかじゃん、こんなの。今日の単身です。国連人権委員会括弧章、日本国内に人権委員会がない構造的な欠陥があるなんて言っておりました。委員国に中国とロシアが入ってるようなお笑い機関に言われたくないですね。バチカンの性被害には何にも言えねえくせにね、え、なんで証拠ゼロのジャニーズを議題にしたりするんだって話。人権委員会だったら法務省の中にありますよ。ヘイトスピーチ許さないって黄色いポスター作ったとこね、やってる感出すために。構造的な欠陥があるのは負担金に関わらず一国一票っていう国連の方だろうが、中国とロシアが常任理事国ってでかい顔してるのってなんだって話。構造的な欠陥ありますね、国連にはね。元大阪地検トップの北川健太元検事正64歳を6年前の強姦で逮捕。今更感謝の部屋で女性と同僚女性、検事なのかな、酒を飲み泥酔した女性を襲った。ああ同意があったって言ってるみたいなんですけど、6年前のことらしいんですけど、立証でいいんすかね、物的証拠とかあんですかね。6年前よ、女性がその、医者行って診断書取ったりしてたんですかね。ちょっと分かんないですね、これどっちの言い分が正しいんだか。34歳デジタル庁職員男、西東京市までタクシーに乗って君に払う金はないと言いつつ、運転手の顔を複数回グーパン、殴られた50代の運転手さん耳から出血、強盗致傷で逮捕だそうであります。河野太郎デジタル大臣の監督責任ですね、これね。踏み倒そうとしたタクシー代は8700円だそうで、結構乗ったね。霞が関から西東京まで行くとそのぐらいになるんですかね。強盗致傷なんで、なのになんで名前報道しねえんだろう。読売はデジタル庁がなんか怖いんすかね、それとも中共の犬同士の河野太郎に、遠慮してんすかね、忖度してんすかね。刑法第240条強盗が人を負傷させた時は無期または6年以上の懲役と、最低でも6年、6年から無期の懲役だって罰金刑なし、絶対執行猶予つきませんね、これ有罪になったらね。執行猶予つくのは禁錮は3年までですからね。禁錮3年
懲役3年、執行猶予5年っていうのが執行猶予つく限界で決まっておりまして、未だに復旧しないニコニコ動画、同時に攻撃を受けた角川のシステムも復旧しておらず、全国の本屋さん発注できなくて棚がスカスカ、角川のシステムがダウンしてるスカスカ、当初は6月中旬には、次は6月中にはで一昨日もう27日でしょう。これはもう角川もニコニコもダメかもわからんね、復旧しないかもわからんね、これね。25日トヨタ株主総会、豊田章男会長の役員報酬が16億2200万円と発表されてですね、イーロン・マスクは8兆8000億円なのに会社の規模から見て少ないねって豊田会長はと話題になっておりました。人間の脳の構造って石器時代に出来上がりました。その頃の人間はですね、複数の家族を主体とした20人から50人の集団で狩猟や採集生活をしておりました。これあんまり少ないと他の集団に会った時に出会った時に滅ぼされちゃう、奪われちゃうし、あんまり多いとですね、食材の調達に苦労しちゃうし、自然と20人から50人の集団になったみたいであります。その頃は有能でも無能でも獲物に何倍もの差はなかった、何倍も10倍も差がつくなんてことはありませんでした。無能だってそこそこどんぐり拾えたし、現代はですね、ビル・ゲイツの納税額がアメリカの下位1億人の納税総額を凌駕するっていう超格差が生まれてしまいました。あんまり稼ぎすぎとですね、石器時代に出来上がった石器時代製の人間の脳は居心地悪く感じるらしいです。そういえばですね、ビル・ゲイツも財団作ってよせっせと寄付してましたけれども、これは儲けすぎっていう居心地の悪さを弱めるためなんでしょうかね。そういえば麻雀で勝ちすぎなんて時は、じゃあラーメンおごっからなんつって3人で3人にラーメンおごったりしませんか。なんか罪悪感で、まああるな、サイコパスは感じないんだろうけど、こういう罪悪感は確かにあるな。何の話でしたっけ。あ、豊田会長、そんなにもっと取れんのに本当は給料取らないのは、こういう居心地の悪さを、知っているからじゃないかなって私の推測であります。まあ16億も大したもんですけどね、庶民にしたらね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。